今からですね、あのおかめさんがやってる系列のお店なんですけど、これがねまたね面白いらしいんですよ。なんかバーらしいんですよ。でバーやけどバーのようでバーでない、バーなのかバーでないのか分からへんけど、あほんまにバラエティバーって書いてますね。アジトさん、アジトさんね、こちら案内してもらいました。アジトさん行きますよ、入りますよ、ノリノリアジト。今ですね、バーに来ましたね。ここなんていうバーやったっけ、アジトさんや、アジトさんに来たんですけどね、もう撮影許可いただいてるんですけどね、おかめさんのね、系列のお店ということでちょっと来てますわ。でまずはですね、ハイボール、各ハイボールいただきたいと思います。お寿司食べに来たら考えとく、はいって言うん、考えとくやん。でなんかね、ブリ大根、ママさん、ここのママさんはブリ大根を作られたということで、ちょっとブリ大根っていうのを注文してみましたよ。楽しみです。はい、飲んだ最高ですよ、ほんまに楽しみです。綾野君、もう一本、あかんね、戻らなあかんね、飲みたいの。いや、ここはね、すごい楽しいバーですわ。まあ、バー言うてもね、バーの、ね、値段じゃないですよ。普通のちょっと居酒屋さん的なあのお値段ですよね。ほんまにね、ええお店ですよ、うん、ここはね、めちゃくちゃいいですよ。落ち着くお店でね、やっぱりこれ地元密着型っていうか、もう結構常連さんがついててね。でなんかママさんが可愛らしいですわ、可愛らしいママさんならね、あのもしね、あの映していいんやったらちょっとね、ママさんのお顔もね映してみたいなと思うけども、ちょっとわからんけどね、あの聞いてみてから OK だったら映しますわね、うん。こちらね、ママさん、顔出し OK ということでね、なんかすごい可愛い方ですよね。ありがとうございます。またね、皆さんよかったら来てみてください。恥ずかしくないですよ。お願いします、ね、お願いします。ではでは、ありがとうございます。重曹で店するんで。あ、お店のはなんていうお店でやられる。ブラッドアジトです。ブラッドアジトさん、重曹でやられるんですか。はい。あ、まあ、ここの系列店ということでやられるんですかね。そうです。それからもう自分でやられるんですか、独立。ここの系列店。あ、系列店。もうじゃあここの店はもう次はおらないっていうこと。あ、そうです。あらあら、ずっと。あ、そしたらもうブラッドアジトさんの方行かんとあかんですね、はい、そうです。22日から。あ、今月ということは3月の22日からオープン、はい、あ、わかりました。ブラッドアジトさん、はい、僕もまたそのブラッドアジトさんに必ずあの撮影に行きますんで、よろしくお願いします。ということです。ありがとうございます。はい、ブリ大根、来ました、これは、ね、ママさんの手作りのブリ大根ですね、500円。バーでね、ブリ大根食べると誰も思いませんよね。ブリ大根、あのブリ大根食べるにあたって、まずね、この大根からね、どんな感じであの味がね染み込んでるかっていうのがちょっとね食べてみたいなと思うんで、まずはこの大根からいただきます。飛んで抜けるぞ。うん、うまい。うん、もうちょっと男前になると。バーでこういうの食べれると嬉しい。ネクタイ締めて。そんなんちゃうもんな。顔の時にずっと来てくれたからな。そう。ずっと思うんだ。これ分かるでしょ、お客さんの会話をねちらほら聞いて、ね、聞かれると分かると思うんですけどね、地元の方にね愛されてるお店ですよ、ここはね。ほんまにすごいいいですもん。うん、初めて来たんですけどね、割とみんなウェルカムですもん。ウェルカムな感じで、うん、楽しい、うん、忘れてるやろ。すごい、おっても忘れてるじゃん。いや、もう大体おる、大体来てくれるか。あー、美味しい。覚えてる。2杯目はですね、レモンチューハイをいただきます。あ、ほんま？美味しい。おかわり。ここはね、あの夜の7時から8時45分まで歌えるらしいんですよ。小さい音で歌うんですよ。これ1曲100円で歌えるってことですか？はい。あ、1曲100円で歌えるってことなので、もしね、カラオケも歌いたい方、あのぜひ来てみてください。あの夜は7時からしか歌えませんけどね、7時から夜の8時45分までということなんですけど、1時間45分あたりね、
どれだけ歌えるかっていうことですけど、まあ、100円やから、まあ、カラオケボックス、ね、で歌うよりかここの方がお得かもしれませんよね、うん、ここは何時から空いてるんですか、営業的には。今はね、あの9時までやから、うん、早めにして5時、平日は5時から。普通だったらもうちょっと遅いんですね。あ、通常営業、あ、6時から、あ、深夜まで、あ、1時まで、ね、まあ今はちょっとね、そこまでできませんからね、らしいですよ。もう今ピタッとね、あのちょうど公開したのね、今ね、こうなんていうの、こうね、うん、なんか分からないで来たわ、用できたわ、うまい。ここにね、何かね、電話があったね、公衆電話があったんですよ。ちょっと出てみましょうか。これね、こんなね、しょうもないゲーム。もちもち、もちもち。何言ってんのね。もうちょっと音楽入ってきましたから。すいません。今からカラオケ歌われる人がおるんでね。ちょっと一旦止めますわ。ね。ハーブウィンナーですね。これが400円ですね。ボイルしていただいてますね。美味しそう。やっぱハーブがね入ってるんでね、たっぷりとね。ちょっといただきます。やっぱバーらしいあてですよね。いただきますね。ハーブウィンナー美味しいね。あの普通のアラビックと違って、ハーブの香りがすっごいあの口の中に広がって、あっさり食べれるっていうかな、うまい。うん、うまい。いいんすか。これハーブウィンナーだったら、なんか何杯でもお酒進むやつですわ、これは。うん、うまい。またカラオケが歌えるっていうすごいじゃないですか。ね。大丈夫。それこれ歌うから、今からやるから。はい、今ですね、アジトさん行ってきました。もうアジト、ありがとう、めちゃめちゃ良かった。もうすごいね、あのいいママさんですわ、楽しいママさんですね。すごいいいママさんなので、もしよかったら、ね、アジトさん来てみてください。でももうちょっとね、23日からでしたっけね、はい、23日からジューソーの方にお店、ちょっとね、22日からあのジューソーの方のお店にまたね行かれね、あのそっちの方やられるということで、まあそれは僕はまだその時また撮影行きますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、めちゃくちゃ楽しいお店でした。お疲れ様です。ではでは、ほんますいません、ありがとうございます。すいません、すいません。